三河屋のサブちゃん。サブチャンネル。謎の絵文字を紹介するよっていう記事出たじゃないですか。ありましたね。全員すがいって。全員すがい。あの、はい、全員すがいトレンド入りしたんです。ありがとうございます。あの問題にもなってないのに。確かに。最後にちょろっと紹介されてたやつね。うん、これいや俺の予想ではタイトルに入ってるからなんよ。ああ確かに。でこのままツイートボタンで押したらタイトルがそのまま出るじゃん。はいはいはい。でクイズノックとか絵文字とかはなんか日々こう一定量ツイートされてるからトレンド入り化しにくいんだけど、はいはいはい、この全員すがいっていう4文字はこう初めての出来事だったので急上昇率がね、うん、直角ぐらいに増えてるはずだそう0000バーンだからっていうことです、っていうね、はいはいはい。でスラックスタンプ、うん、ここで紹介されてるスラックスタンプひよってないっていう。ああまあちょっとね安牌を気に入ってる感じありますよねこれはね。まあ思いましたよそれはね。あまあ了解はまあおもろいからいいと。はい、ショートにもなってるしね。ね。まあ早稲田もまあいいまあいいか。で、まあこうちゃんはよくて。明日交番、さあこれ明日の交番です、ご確認お願いします。さあ見たことなくねこのスタンプ。いやこれ交番送られてくるとき貼られてますよ毎週。嘘、毎週は嘘かな。最近貼られてないな。最近貼られてないでしょ。いやなんか一回とかかも、出落ちだったかも。出落ちだったかも。一回は見たことありますよ僕。うん、スタッフたくさんいるんですけど、いつも交番を出してくれるスタッフがいるんですけど、めっちゃ愉快なんですよ。そうあの時々自撮りの動画をそうなんかね、明日は何もありませんみたいな、そう歌ってるみたいな、歌ってるみたいな、めっちゃおもろいよ正直歌がまず動画が貼り付けられたら、そう明日何もないんだろうなってまず一回思う。そうそうそれで言ってたらね、そうちょっとって話して、ね、そうちょっとってなるからってそう、それはありますね。まあいいねのスーツ見づらいいじゃんね。今日も水色じゃん。今日も水色ですけどね。いやこれマジなあ。いやこうそう、この集合写真撮るときは、うん、みんなでいるじゃないですか。いるね。でもこれその入りの時間はそれぞれで、うん、あ犬さんこれみたいな感じで着替えるじゃないですか、はいはい、別にだからその気づかないわけ。そうね、普通にあスーツね、うん、って思ってきてる、うん、でこうみんなのとこ行ったらなんでそんな青いって言って確かにっていう。そうでも俺のせいじゃねえしみたいな。そういやそうなんですよ、別に僕が選んだわけではないんでね。うん、いやもう髪黄色にしてるからそう派手な人なんだろうなっていう思われたっていう。まあいいんですけど、そうあとそう全員すがいっていうのがね話題なんですけど、うん、50年後のすがいとかもある。50年後のすがいってのあるし、なんか全員すがいさ2個ない？えあるのかな。あ俺ね全員すがいなぜか2個ある気がするんだよな。ちょ待って、なんかねスタンプ一覧で、はいはいはい、スタンプ一覧で探せるじゃんこういうのって。探せる。あ本当だ。でしょ？全員すがい二つある。全員すがい二つあるのよ。本当だ。あの片方はローマ字だけ全員すがいっていう名前がついてて、うん、もう片方は漢字の全員すがいっていう名前がついてる。検索するときに漢字で入力しても見つかるっていう。漢字で入力しない方が早いんだな。つけなくて。あの全員すがいいつ使うんだよっていうのを言ってるけど。あ別に使いどころは実はあって、こう本来ね、本来、はい、本来いつ生まれたか、はいはいはい、僕の家族がフェイズノックのその出し物に行ってくれましたよっていうの、うんうんうん、あダイバーシティ謎解きとか、はいはい、そう行ってくれた時に写真を撮って送ってくれたの俺に、はいはいはい、記念にめっちゃ嬉しいじゃんそういうの、はいはい、あの5周年記念展とかも行ってくれてんの、はいはい、で俺も嬉しいしみんな嬉しいだろうなと思ってみんなにお裾分けしたのその写真を。はいはい、確かに俺の家族が言ってくれましたよ、はい、したらついた。その時に誰か何者かが作って、あ何者かが作ったんです、ね、そう何者かが作って全員すがいをつけたの。なるほどね。本来的にはすがいの家族写真が投稿されたらつける、はいはいはい、はい、っていうのが元の使い方。まあ確かにね、それ全員すがいですか。全員すがい、当然。そうすがいである必要がその必然性がないからな。でもそれ別に全員伊沢とかでもまあいいわけだから。まあ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 。で、まあ、全員すがいで転じてこうすがい的行いが行われていれば、まあ全員すがいとつけていい。ゆるいな。
そういう個人専用スタンプね。個人専用スタンプ結構あるからな。個人専用スタンプでも意外とね、一人の人にめちゃくちゃあるの。ある人のある。確かに。ない人らないというか別に。と誰のがあるんだろう。まあこうちゃんの顔とかもまあ個人専用スタンプといえば。そう。50年後の菅井も何なんだろうな。あれじゃない？伊沢さんの目に提供ついてる顔写真のスタンプもありますよ。だから伊沢さんがあの拭いたグラス越しに顔がなってる、顔がちょっとちっちゃくなってるみたいなのもあるな。なんだっけ、好きなもの紹介みたいな、値段当てクイズの時のやつ。はい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 。あと地名スタンプっていうのがあって、はいはい、地名スタンプ、地名のことを言ってるスタンプ。ありそうだけど。完了したので完了ですっていうのが。完了でいいんだよ。そう。スタンプってさ、こう、うん、コミュニケーションのやり取りだからさ、非地名な方がいいわけ。はいはいはい。わかる。まあまあ言いたいことは分かる。そうそうそう。情報がある方がいいわけ。完了したので完了ですっていう。はい。スタンプ。地名だからいらない。スタンプじゃなくてもいらないから。言葉がいらないから。ノリで押していいのよ。だから全員すがいって。みんなのツイッターとか、学ぼう、ハッシュタグ学ぼうつけて教えてくださいみたいなの言ったりしてるじゃん、うん、みんなのツイッターとかで。で、そのいい書き込みとか見つけたりとかして、したらシェアとかしたりしてんのね、俺たちね。はいはい、しますね。みんなのおかげで、なんか皆さんのおかげで合格できましたみたいな嬉しいコメントって、結構こう、こんな嬉しいコメントあったよとかってシェアしたりしてんだけど、それにつける、やはり全員すがい。全員すがいはな、なんか、すがいさんそういうこと言ってますもんね。そう。っていうか、なんか、全員すがいになってないんだよ、なってないみたいな。そう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 。そういう意味のスタンプだと思ってたけど、違ったんだね。いや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 、そういうこともある。もちろん。だから、この人もこの先、すがい道を歩んでる。すがい道。すがい道。はい。乾さんのおかげでって書いてあったら、乾のスーツ水色って押されるっていう。まあ、そうですね。で、まあ乾に関するスタンプが基本それしかないから、そう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 、乾って押したかったらそいつが自動的にサジェストされてきちゃう。博士、修士、学士は全部使う、作った、ありますね。あとね、麻雀牌全部あります。麻雀牌全部あるの？どうやって、マンズで調べればいいのか。マンズ、マンズはおそらく MZ とかなのかな。 PZ、 ピンズは全部、本当だ、ピンズは重要。ソーズは SZ かな。ソーズ SZ っぽいな。マンズは MZ か。じゃあ、でも MZ 出てこない。フラッグ MZ。 本当だ。これどこ、どこの国？モザンビーク。モザンビークね、 MZ だから。なるほどね。さあ、他なんかいいスタンプあんのかな。あんのかな。いや、おもろいスタンプまだまだあるんだけどね。なんかみんなが聞きたいことないのかな。俺、うわ、今こそチャット欄と会話してえわ、マジで。確かに。今こそチャット欄と会話して。いいな、これは。めっちゃあるよ、意味わかんないスタンプ。うん。てか、これ、なんか、その、ベンチャー企業あるあるだと思うんだよな。うん。スラックあるあるだと思う。いや、そうそうそう、そうだと思う。なんかあるんだよな、多分ネットに、うん、こういうのの、あ、そうそうそう、ファイルみたいなのが。結構簡単に作れちゃいますからね。あの、絵文字メーカーってか、なんかで検索すると作れて、10日、素材のフォントもいくつか選べて、だ PNG ピングで作れるサイトあって、うん、あのおすすめ、ピンクとか青とか、まあいい感じの色で、見やすい色で作れるんだよ。なんかね、動きつけられたり、あ、ジフとかでね。あのさ、みんながよく押すスタンプこれない？これ？お願い、祈る。まああるか。この、はい、手のここ、はいはいはい。あとこれ。あ、これはめっちゃある。これはめっちゃやる。とりあえずそれを押しとけばいいんだから。それ、そう、でもありがとうもあるんだよ一応。わかる。あ、そう、でもありがとうの絵文字あるあるなんですけど、うん、あのこれマジあるあるだと思うんですけど、うん、僕その、まあ、後輩の立場の方が多いじゃないですか、うんうん、はいはいはい。で、まあ、ありがとうっていう意思を伝えたい時にスタンプで、うん、なんか大体誰かが、その先輩の人同士とかがこう、うん、ありがとうって押してるんですよ、それに、うんうん、でその時に、いや僕そのまあ気持ちは同じなんだけど、これありがとうっておっしゃったら、これ僕がタメ口聞いてる感じみたいになっちゃうし、でもありがとうございますっていうスタンプはあって、うん、いやでもこれ新しく1個なんか押すのもこいつ主張強いなみたいな、ちょっと出しゃばってる感出ちゃうかなっていう、この葛藤あるあるだと思います。これ後輩スラックあるある。その葛藤不要。そういうことに葛藤を覚えるやつ、ベンチャー企業向いてない。いや、おっしゃ
押しちゃう時もありますよ。でもやっぱいやなんかあれかなっていう、うん、いやだまず俺ありがとうございます憎んでいて視認性が悪いまあね、何書いてるか分かんない。確かに文字数多いからな。6文字以内スラックのスタンプは許されるのぜあ、まあ全員世界だわ。もう4文字、全然4文字、うん、4文字が俺はもう一番いいと思う。4文字まで、まあでも分かる、4文字が一番いいんだよな。2文字より4文字の方が見やすいしな、っていうかアスペクト比狂わないから。そうなので俺いつも本当にありがとうとかもダメ、もう意味がわからない。なんでさ、あるあるな、3行にするなマジで。確かに、っていうのが、まあ、僕のスラックに対する、はいはい、スラックスタンプに対する、勝手に消そうかなっていうのが、あの皆さんスラックの使い方です。そうです、基本的にはノリで押しましょう、うん、まあね、結局ね、デフォルトのやつ使いやすいっていうところに行き着いたりもするんですよ、ね、そうそう、だからこのみんなバーブそれみんなバーブ、ね、はいはい、うちにはこんなスラックのスタンプがあるんだよっていうのがあったら、まあ教えてもらってもいいし、まあその形がおもろいとかでもいいんだけどね、うん、というわけで、以上スラックのスタンプでした。さよなら、さよなら。